い、東京トイボックスで桃田桃役を演じます足立梨花です。8話の見どころは何といっても7話の後にマサとモモがどうなったのかっていうところだよね、マサ。金田マサ主役の菊田です。おっとっと、私の質問には答えてくれない。そう、マサとあの後何が起こったのかっていうところを皆さんにぜひ見てほしいなと思いますね。見てほしいなって思います。はい、ということで皆さん8話も見てください。大東京トイボックス夜11時55分からです。見てね、見てね。ホリプロ公式携帯サイトホリプロスクエアでプレゼントが当たるクイズを出してます。ぜひ皆さんそちらもご覧ください。